ーの中村さんち。おはようございます、ルナです。ごはんです。寒い。さっぴりはやばくない？大寒波、大寒波到来していまして、本日12月の18日なんですけど、今日から1週間ぐらいなんとマイナス20度前後の日々が続くということで、めっちゃ寒いね。本気やぞこれが。今日はちょっとスノーボードをオフしてるんですけど、仕事前にカフェに行こうと。はい、まあ仕事はあるんですよ。スノーボードしなくても仕事はやってあるんですよ。ですけど、はい、まあその前の時間をね、有効活用しようってことで。そういうことです。久しぶりにデートみたいな感じで。デートしたいですけど、とにかく寒いから。とりあえず向かいますか、はい、せーの、行ってきます。行ってきます。ハンドルが持てない。冷たい。冷たい。今マイナス14度ぐらい。あー寒い。もうね、雪もサラッサラだね。今日山に行ってる人死ぬんだろうな。まあうちら明日は行こうと思ってるけど、明日もっと寒いんだよね。もっと寒いな。だから足の回路とかもしっかりとしなきゃね。そうだね。まあ1本2本だけ滑れたらいいかなって感じだよね、うん。今日はね、久しぶりに私の運転で、うん、小指、小指ハンドル離していい？あかんかんかん。滑りそうよこれ結構。そうやな。そう、雪道運転ですからね。このタイヤもう4年ぐらい使ってるよな。いや3シーズン。3シーズンか。うん、3シーズン。来年は交換かもしれないね。どうなんやろな。ね、行き先はね、こっから10分ないぐらいなんで、多分車内温まる前に着いちゃうと思う。それな。それな。今日はファンクションジャンクションにあるワイルドウッドカフェというところに行きたいと思います。僕やからさ、うん、あんまりこう知られてないね。そう、ワーキングホリデーの方とかもさ、うん、来にくいやん。あと車がないと、まあ、バスもあるんだけど、バスの本数がファンクションジャンクション行きって結構少なくて。確かに。そうだからなかなかね、気軽に行ける場所ではないんだけど、うん、まあ、うちらは車を持ってることに物を言わしてよく行きます。あ、もうローカルっすからね、はい、ローカルっすね。どっちだったっけ、ワイルドウッドって。いつも右と左忘れる。 左、うん、で今さ、ちょっと滑ったの 見た。かっこいい。かっこいい。滑らしやん。滑らした。滑ったドリフトしてみた。かっこいいな。でしょ。 OK。 はい、到着です。ついてる。はい、出た。Can I have a latte? Latte? Yeah. And just in the bottom of the chip. Yeah. ここからね、自分でコップを取るんですよ。こう自分で取って、ミディアムかダークを選べます。ミディアムにしようかな。もしかして完全に忘れたマイク。やってるじゃん。ちょっとしっかりめの声で話さないといけないですね。ちょっと恥ずかしいですが、お先にいただきます。どうぞ。あ、うまいいね。外の、確かにそこも外の工場の景色を見ながら。真っ白やけどな。真っ白だね。いやでもあったかくてよかったこの室内が。確かに。いやもう外は寒いからな。さっきも店員さんがマイナスマイナス30ぐらいになるよって言ってた。やばいよね。こんなにさ、寒いシーズンなかったよね。去年ぐらいからね、こんな風になりだしたの。うちらウィスラー滑って今シーズンで5年目だけど、最初こんなになんか寒いシーズンなんてあんまなくて。でももっと雪降ってたよな。もっと雪降ってた。ご飯届くまでちょっと話しますか。はい。なんか事情聴取みたいになってるんだけど、スキー場オープンしてからだいたい3週間ぐらい経ちましたけど、はい、どうですか。忙しい。忙しいよね。めっちゃ忙しい。観光客も増えてきてるし、うん、仕事も忙しいし。 Thank you. Thank you. Cheers. なんか夏はやっぱりちょっとだけ心に余裕あったけど、うん、今はもう心に余裕っていうか、まあ、朝早く起きて、うん、スノーボードに用意して滑って、うん、でヘトヘトになってまた仕事行ってっていう繰り返しやから、ちょっとやっぱ体の方も疲れてきたよな。だからもう今日もお願いしたし、お願いちょっとさせてくれ。今日
今日はあの2人とも予定がなかったんですよ。だから普通に行こうと思ったら2人で山に上がれたんですけど、起きた瞬間あれ今日オフしないみたいな感じで今日はオフにしました。なんかさ夏に比べてやっぱり日が落ちるのも早いし、日が昇ってくるのも遅いじゃん。だから起きた瞬間7時半とかに起きるとマジで真っ暗なのよ外が。その時点でなんか起きれないし、そうまだ夜かみたいな感じでもう一回寝たくなる。でなんかもう夕方になるともう4時半ぐらいからもうどんどん日が落ちてって、もう5時とかもう真っ暗だし、そう考えるとなんかやっぱり夏の方が一日は長い感じがしたから、なんか今の方がちょっとこうバタバタしてる感じはやっぱりあるのかなと。そうかもね。まあウィスラーは今年の冬は完全にもうコロナ前の状態に戻ってて、めちゃくちゃ普通通りにも盛り上がってます。うちらコロナ前に普通にワーホリで初めて来た時よりも全然人が多いと思う。クラブとかもな普通にもうやってるからさ、やってるもう賑やかよ。そうだね、夜中に賑やか。なんかねちょっと前までは働き手不足ってやっぱりコロナでみんな母国に帰っちゃって、すごい働き手が不足してて、どんどんね職場の量があるんでうちに来てください、ワークビザ出しますよみたいな状況だったんですけど、そう今何が問題になってるかっていうと家がない。家問題マジで家問題。そう仕事はまだあるんですよね全然。そうだけど仕事は決まったんだけど家がない。だからウィスラーは諦めるっていう人がすごいんで、そうなんか日本人でも結構あのウィスラーにワーホリ行きたい人とかから相談を受けることがあるんですけれども、本当にかわいそうな。めっちゃメール来たもんな。そうなんか探してるんですけど、助けてあげたいけど本当にない、本当にない、なでなんか一個聞いたのが、今さクリークサイドゴンドラ作ってるじゃん、でゴンドラのなんか建設が、新しい建設がされてるんだけど、それもなんかすごいあの制作が遅れてて、なんか部品が足りないとかでね、で未だにまだそのゴンドラオープンしてないんだけど、なんかそのゴンドラの建設スタッフがウィスラブラックコムのアコモデーションを使っちゃってて、ウィスラブラックコムのアコモが空いてないっていう状況らしい。そういうこと。そうなんかそれだけじゃないけど、それも要因だし、そうお友達から聞いたら、あのウィスラブラックコムの系列の職場に決まったんだけどアコモがないって言われたらしくて、まあ、その理由にそのなんか建設に携わってる人がちょっと量を使っちゃってるっていうのもあるらしい。早く終わってほしいもんですね本当にねあと家賃が爆上がりしてる。爆上がりしてる。そう本当に多分東京とかの値段を超えてるんじゃない。例えば2人でプライベートの部屋を借りるのに、例えばあのシェアハウスなんだけども1階のフロアを自分が使うみたいな状態だとしても2000ドル超え、20万円超えっていう状況だと思います。足踏めるわ、うん、っていう近況ですね。はい、はい、ウィスラーはそういう近況でございます、はい、あと私たちは結構もうすでに疲れてるっていう近況です。体ボロボロそうだね、まあ今日でちょっと体は楽になったかな、はい、届きました。フォーベリーサンプラー。腹減った。腹減ったね。これがお得なんだよね、2人でシェアするのに。このボリュームでさ、うん、いくらだっけ。20ドルぐらいじゃない。もうちょっとするかもしれないけど、でもかなり安いよね、うん、やっぱウィスラーではこの値段で食べれないから。なんかここもウィスラーなんだけどかなり外れで、物価は安いよね。うん、ここだけよな、唯一俺らが来れるいやそんなことないですようわー、これがサーモンで、ハム、ベーコン、これ、きれい、美味しそう。うまい。やっぱ BC はサーモンですよ。 BC はサーモンですね。うまっ。今日パンいいね。な、ふわふわしてるよ。たまに硬いよね。カリッカリの時あるよな。はい、ということで時刻は1時になりました。3時から仕事なので今日はこれで帰りたいと思います。思います。はい、今日も忙しいだろうな。頑張りましょう。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。